欲しかった漫画だぞ。へへへ、面白そうだな。ジャイアン、ダメ、これは僕が買ったの。へへへへへ、お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの。あー、そんな。そんな男の子を助けるものない？アホらしい。それに雪なんて降ってないじゃないか。そんな気分だったってこと？漫画を取られたのは本当だよ。じゃあ漫画を取り返すだけだよ。マジカット！くれぐれも悪いことに使っちゃダメだぞ。わかってるわかってる。じゃん。こんな面白い漫画のび太にはもったいねえや。よーし、じゃーん。違った。こっち。ジャイアンね、見てろ。静香ちゃん何やってるんだろう。
そうか、ママのお化粧に興味があったんだ。じゃあ僕が手伝ってあげる。どうして？案外難しいな。何としてでもしずかちゃんをきれいに。ごめん、やっぱりしずかちゃんはお化粧をしない方がいいんだよ。今のままで十分可愛い。そう、息子さんのお見合いダメだったんですか。ええ。でもそういうのはご縁と言いますし、息子さんにもきっといい人が現れますわよ。するのはのび太、お前だろう。そうだそうだ。もう知らないよ。絶対尻尾を掴んでやる。マジックハンドは離れた場所で使うから絶対にわからないんだ。これからも宿題忘れるだろうし、教室で居眠りするだろうし。自信たっぷりに言わないでよ。だから立たされても疲れない道具出して。そしたらゴルゴンの首。何この蛇みたいなの。これはとても恐ろしい道具なんだ。気をつけて取り扱わねばならない。こいつの目から出る光線は生物の筋肉をこわばらせて石のようにしてしまうのだ。そんな怖いのやだよ。大丈夫、気をつけて使えば便利な道具だよ。本当？足に向けてそーっと蓋を開ける。石の上
腰掛けてるようなもんだ。他にもいろいろ使えるな。嫌なやつを片っ端から石にしてやるとか。いやーそんなのつまんない。それよりげんこつをガチガチに固くしてジャイアンをぶん殴ったらあいつきっと目を回すぞ。ふふ愉快だな。ふふふのび先生立たされてそんなに嬉しいか。いえそんな。放課後もずっと立ってなさい。とほほ。しごかれちゃった。のび。はい。ちゃんとスケッチの宿題忘れずにやってくるんだぞ。はい。さようなら。まったく。お？なんだこれ。ただいま。はあ、疲れた。足もんで。あれ？ゴルゴンの首使ったんじゃなかったの？あー持って帰ってくるの忘れた。学校の廊下に置きっぱなしだ。あーまずいよ。近づいた人がみんな石にされちゃうぞ。まったく誰だこんなゴミ廊下に置きっぱなしにして。お？これ何なんだ。中に何か入ってるみたいだな。今のゴルゴンの声だ。学校の裏の方から聞こえたよ。まさか。急ごう。うん。箱をかぶせて捕まえるんだ。よし俺が箱を
る場合じゃないよ。真面目にやれ。真面目だよ。ゴルゴンの光をこの鏡で跳ね返せば。そうか、ゴルゴン自身が光を浴びて石になっちゃうわけね。なるほど。みんなはここで僕がおびき出してくるまで待ってて。お、それじゃ行ってくる。気をつけて。なんだか心配だな。Yeah!
あれ？え？あれ？助かった。のび太さん？何があったの？よかった。ちゃんと終わらせたのかね。終わりました。私も。のび君は？